巨文島の一巨文島事件、または、ポートハミルトン事件とは、朝鮮南部の巨文島が1885年4月15日から1887年2月27日までの間、イギリス海軍によって占拠された事件。1880年代初頭以来の朝鮮半島をめぐるイギリスロシア間の対立が背景にある。チェジュ海峡における。 巨文島の一ロシア帝国は、全羅南道とチェジュ島の間の多島海に位置する、この島を、ロシア極東艦隊の養路にあるところから、旧炭港として利用しようと機としていた。また、イギリス政府としては、ロシアと朝鮮との間で密約が結ばれる動きを、警戒していたが、政府が、巨文島占領を決定した後も、そうした情報は内閣には届かなかった。 しかし、イギリス海軍は、当時アフガニスタンにける、パジェ紛争などでイギリスと緊迫した関係にあった、ロシアが、自国艦隊を関温度など、日本海に面した地域に派遣し、そこを占領するであろうと見て、その対抗措置を講じたのである。現在の巨文島東大1885年。 海軍本部の命令を受けたイギリス東洋艦隊は3隻の軍艦、エイジャックス急走交艦、アガメムノン、ドッテレル級スクリースループ艦ペガサス、砲艦ファイアブランドを巨分島に派遣し、4月15日には道東を占拠し、そこに砲台を築いた。そして、新国と日本にこの事実を通告し、住民を動員して、兵舎や防御施設を建て、また、 上海との間に電信線を敷設したのである。この島の占領はイギリスがありうべきロシアとの戦争に備え、新国以外の極東地域にイギリスの港湾を建設し、新国の主権と中立性が脅かされる可能性を軽減させることも大目的の一つであった。もし英露間で戦争が起これば、この島はウラジオストクへの攻撃基地ともなりうるわけである。 イギリスによる巨文島占領の通知が、環状の朝鮮外画門に届いたのは、北京のイギリス中心行使を通じてであり、占領開始から40日を経ていた。イギリス政府の公式声明では、島々の占領はロシアによる朝鮮の併合を阻止するためと説明された。しかし、朝鮮政府による事前の承諾を得たわけではなく、突如行われた不法占領であったため、 当然のごとく、臨死政権はイギリスに抗議した。イギリスはこれを無視して、占領を継続した。朝鮮の臨死政権はまた、現地調査のために、政府有志道場の現政へと、外務教鞭を務めていたパウル・ゲオルク・フォン・メレンドルフを、派遣し、巨文島のイギリス海軍指揮官や長崎滞在の、イギリス東洋艦隊司令官と交渉を行ったが、 要領を得た回答を得ることはできなかった。イギリスは、巨文島を第二の香港とするべく、規制事実化を進めた。新国は、当初イギリスの占領を容認したが、ロシアからの圧力により、また、朝鮮問題に発言力を持つ、北洋大臣に交渉の強い反対によって、撤退の意見に転じた。さらに、 当時の中日フランス講師などの外交筋やノーボエ、ブレーミアといった新聞各紙は、ロシア側は、栄光湾に面した、港湾都市元山港、または、チェジュ島を奪取することで、イギリスの占領に対抗するであろうとの観測を述べた。事実、ロシア帝国の中朝鮮講師、カール・イバノビッチ・ベーバーは、1886年、 イギリスの行動に応じて、朝鮮の一部、栄光案を占領することも辞さないとの声明を発した。この事件について1886年、李工省が中心ロシア公使との交渉に乗り出し、ロシアから朝鮮の現状維持と朝鮮領土不可侵の確約を引き出して、1887年2月27日、ようやくイギリス海軍を撤退させた。 アフガニスタンにおけるロシアの脅威が縮小したこともあり、イギリスも妥協して巨分島の基地を放棄することを決めたのである。撤退にあたっては既存の軍事施設を破壊したが、イギリス人はその後も巨分島をしばしば訪れた。いずれにせよ、この事件では東アジアの国際調停機能として、新国の朝鮮に対する総主権が有効に働いたものと見ることができる。 イギリスが巨文島を占拠したとき、イギリスは朝鮮政府ではなく、イギリス駐在申告大使の総サムサワに通告を行っており、そして総サムサワは朝鮮政府に連絡することもなく、占領を了承しており、国土の変更ですら、申告大使の裁量次第であり、李氏朝鮮の外交交渉は朝鮮政府ではなく申告を通して行われており、朝鮮の国事人事までも、 新国政府が決めていたを派遣したのも立候省である。世界的に見れば、この事件は、グレート、ゲームと呼ばれる、アフガニスタンやトルコなどで繰り広げられた一連の、エーロ対立の一環であった。この占領計画は、以前、1875年7月に、イギリス内閣によって検討されていたものだが、当時の外務大臣、ダービー博、エドワード・スタンリーによって、 悪しき前例になるとして却下された計画案であった。明治時代を代表する知識人の一人であった。福沢諭吉は、金玉金らの朝鮮開花派を物心ともに援助したことで知られ、1884年12月の更新事変における開花派クデターの失敗には強い憤りと挫折感を抱いて、 1885年3月16日の新聞、時事新報に第二次世界大戦後、脱アロンとして知られることとなる無書名の社説を掲げている。福沢は、巨文島事件について不登校を求めて南下政策を取るロシアの動きは、朝鮮併合につながるものと見ており、むしろこの島がイギリスによって保護されるのを良しとしたので、あった。 1885年6月27日の時事新報には、福沢は以下のような一文を掲げている。英露の政略は全く反対にして、露国はなるべくトランと欲し、英国はなるべく孫戦と欲す。英国はすでに東洋の全権を掌握するものなれば、さらに余分の国土、侵略戦よりは既得の意見を保持するをお国税とするがごとし。しかるに盟国は、 太平洋に不登校を求め、宿敵の意見を失追せしむるなどの目的より、朝鮮を横領戦と発するものなれば、はじめより平凡戦とするにあり。英国のやむを得ざるに、ひざれば取らずの戦略とは、同日の段にひず。時事新報、八百八十五年六月二十七日、福沢諭吉の諸生であった、井上角五郎は、左犠政金講習、外賀門。 ただし弁金飲食からの信頼が厚かったため、更新事変後も、朝鮮の外賀門顧問として、ハンスンに滞留していた。井上は、朝鮮政府に対し、列国の中朝鮮行司、領事の意見を参考にすべきであると定義したが、立候所配下の遠征外から新国に一任すべき、問題であると一周され、朝鮮国王、皇想の外交顧問であった。 ドイツ人メレンドルフもまた、井上を難斬した。1885年8月13日、福沢は、時事新報に、朝鮮人民のためにその国の滅亡を逃すとの、論説を掲げており、その中で、巨文島事件にも言及している。人間の身にもとも大切なるものは、栄誉と生命と自由とこの三つのものにして、ここに一国を立てて、政府を設けるは、 この三者を保護するがためなり。人のものを盗む者あれば、国法を持って、これを罰し、借りて返さず、義手取らんとする者あれば、法によって裁判す、私有の保護なり。人を殺しまた傷る者あれば、これを刑に処す、生命の保護なり。また栄誉には、内外に王の別ありて、内国の人民相互に、既戦貧富の別は、あれどもその国民たる権利は、 同等なるがゆえに、人意の借位身分などいう虚名を、超手間に人を警部するを許さず、もしも犯すものあれば、法によして罰せられる今朝鮮のありを見るに、王室無法、貴族ばっこ税法さえ、貧乱の極に陥りて民に、私有の権なく、ただに、政府の法律不完全にして、向こうを殺すのみならず、貴族士族の輩が、主欲支援をもって、 私に人を交流しまたは傷つけまたは殺すも、人民はこれを訴える容姿なし。またその栄誉の一点に至りては上下の間ほとんど、人種をことにするがごとくにして、いやしくも種族以上直接に政府に縁ある者は、無限の権威を欲しいままにして、下見は、上流の奴ータルに過ぎず。人民はすでに書くまでにうちに軽蔑せられてなお、その外に対して、 独立国民たるの栄養遺憾を拾ればまたた、優に忍びざるものあり。政府は、王室のためまた、人民のために、外国の交際をつかさどりながら、世界の事情を下せず、文明の風潮を知らず、いかなる外観にあたりいかなる国辱を被るも、静かとして感覚なくもののごとくして、かつて裕苦の色なく、ただその棒は縮するところはアソン島が、 権力映画を政府に送付にあるのみ品に、続報しせらるるもお辱を感ぜず、英人に土地を奪わるるも、有うにを知らず、ただに、この辺に無感覚なるのみならず、あるいは、国を売りても耳りするところあればはばからざるもののごとし。すなわち彼の時代等のやからがひたすら、品にことへんとし、また半径圧し、理想縁、貧英目の竜が私に、 露政府に通じてなすすべやらんとくわだてたるがごとき、見あるをちて国あるを知らざるものなり。ゆえに、朝鮮人が独立の一国民として外国に、対するの栄誉はすでに地を張ろうて無に返したるものなり。人民夢中の際に国はすでに売られたるものなり。思考してその売国者はどこにあると拾おれば、政府自らこのことをなせり、左れば、朝鮮の人民はうちにいて、 私有を守るを得ず、生命を安くするを得ず、また栄養を全うするを得ず、すなわち国民に対する政府の孤独は一もかぶらずして、客て政府に外せられ、なおその上にも外国に、向かいかつて独立の一国民たる栄養も政府におって、保護するを得ず、身に持って、朝鮮国民として、生き生きするかいもなきなれば、炉なり栄なりその来て、国土を横領するがままに任せて、 ロへの人民たるこそ、その幸福は大なるべし。他国政府に滅ぼされるときは、亡国の民にして、はなはだ楽しまずといえどもども、前途にもちなき苦害に沈没して、終身内外の地獄中に視線よりも、むしろ兄弟文明国の保護を被り、せめて生命と私有との身にても安全にするは、不幸中の幸いならん。手近くその一章を示さんに、下半来栄人が、 巨文島を占領して、その前頭を支配し、工事あれば、島民を刺激し、犯罪人があれば、これを罰すると、全く英国の方を施行する、そのありさまを見れば、巨文島は一区の消防国にして島民が、独立国民たるの栄誉はすでに尽き果てたれども、ただこの一時のみを土外に置けて、他の百般の利害遺憾を察すれば、秀人が工事に益すれば、必ず賃責を払い、 その沈遷を貯蓄すれば、さらに略奪せられる,るの心配もなし。人を殺し人を傷るに、膝ざれば、死刑に行われまた優秀せられることもなし、まずもって安心なりと言うべし。もとより英人とても怨霊の君子のみに非ず、時としては残酷なる処置もあるべし、あるいは、感謝に乗じて人をしもと等のことも、あるべしといえどもども、これを、朝鮮の管理貴族等が、 下民を犬羊死して、その肉体精神をたしなめてまた付いて、その高血を絞る者に比すれば、同日の論に比ず。すでに今日によて、青葉県の管内巨文島の人民700名は、幸せ者なりとて、他に羨まるるほどの次第なりと、故に我が輩は、朝鮮の滅亡、その起源からざるを刺して、一応は、政府のために、これを調子、帰り見て、 その国民のためにはこれをガセンと欲するものなり。時事新法1885年8月13日、朝鮮人民のために、その国の滅亡をガス更新事変後、対外的に手詰まり状態になっていた日本政府はこの論説の刺激的な題名と内容に驚き慌て、時事新法を治安妨害の理由で8月15日から1週間の発行停止処分とした。 なお、この島々を日本が領有することとなった1910年の韓国併合以降は、イギリス人による巨文島訪問は頻繁ではなくなった。現在、島には10人のイギリス人水兵、海兵が埋葬されている。ありがとうございます。